あれはまた出てるんだっけ？ゾウ。ゾウね。ゾウ持ってるよ。ゾウ。これな。ゾウ飾りますか？飾るか。ポッ。あれこんなやつだったっけ？こんなだったのか。なるほどね。上の方。うん。これあれか、被ってるから。おい。あ、ズドーン。なるほど、これで3体目か。何体だいるんだっけ ?20? え、マジ ?20 って話だった気がするよ。やば、終わる。今年今年今年終わらんだろ、そんな。今年終わらんだろ、これは。最後の方あれじゃない？はい1体、はい2体、はい3体。あー、ギュッとされる得意なやつでしょ、うん。なんか6時間ぐらい頑張っていましたが、動画だと20分になってますみたいな、またなんか。いや、あるよ、そういう得意だから。あ、鉄塔さん、あ、またあります。あ、本当だ。また指令か。20分になりますって書いてるよ、多分。また。腹立つな。ザ・ワイルドウッドの攻略、おめでとうございます。ありがとう。今もなお、あちらの世界にはボスであるターマセクトが1体上空に放置されているようです。さて、次の目標も設定させていただきましたので、発表させていただきます。はい。次の目標は、アパラシア永久4体目のボスとなるエターナルアーチャーを倒すになります。暗潮アパラシアに行く方法はエデン・ザ・ワイルドウッドと同じなので、今回は割愛させていただきます。うん、前回ザ・ワイルドウッドでの道具者さんがあまりにも不憫でならなかったため、うん、今回は特別に装備やアイテムを私からプレゼントさせていただきます。本当にたまにはいいことやるな。畑の上のボックスに入っているので、今後の冒険に使ってください。あそこだ。と本編にはあまり出てきてなかったですが、新しいペットもできたと思いますので、名前つけてあげてくださいね、ぺちゃんこ。なあ。だってさ、じゃあ取ってこいよ。よっしゃ。何くれたんだろう。いろいろある。うん？あ、なんだこれ。あ？あれ畑のとこつけてね。あ、そっちか、そっちか。なんだろうこれ。ん？ヘルメットしかないよ。このだからヘルメットをくれたってことなんじゃないの？あれ呼吸がうんたら言ってたのはなんだっけ？そう、あのこのリジェネ効果が、え、頭だけくれたってこと？あ、シリーズでくれるわけじゃないんだ。シリーズ、いやシリーズでくれよ。一応なんか防具盾っていうのももらってるから、あとさ、このアクアティックペレッツとホエールフィンでなんか、これで材料足りてるかこれ。これでもしかして、この鉄塔さんから借りた、あーはいはいはい、バウヘッドアンクル。骨は俺が預かっとくわ。とりあえず鉄塔さんに一回あれ返すわ。ああ、あの装備を。あれどこで作れたっけ、このこの町全然記憶にないんだけど。マジかよ。どこで、あれここにあるだろ、ここに。あ、そこだ。足りねえな。足りないの？全然足りないね。フィン5枚いるぞ。全然足りない。どういうつもりなの？何が足んないの？いや、全部足りない。全然足んないの？全部足りない。全部足りない。全部足りないよ。じゃあどうする？とりあえず連れてくるか、ペットっていうか、なんか、ああ、狼みたいなの一匹いるんだよね。こんにちは。あー、いたいたいた、この子だ。ああ、ムーンウルフ。うん、こうやればついてこれるかな。来た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 、よし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 。え、タコ、タコもいるわ。タコもいます。あっ、あこの子。違う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 よ。出ちゃうね。そう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 、気づいたら脱走してるな。よし、オッケー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 、お座りした。そういうことできんのか。よし。ああ、よかった。じゃあ名前をつけるんですか。名前をつけるそうですな。なるほど。看板用意せんと。オッケー。ああ、まあどっちにするかだな。そうだね。前回俺最初だったから、じゃあ逆にするか。今度逆にしましょうか。うん、じゃあ俺後ろで、これで行ってみるか。じゃあカウントダウンで行きましょう。行きましょう。3、2、1。ポン。ダダン。ちょっと。ヒロシは叫んだ。カブラギ。
や、つまりどういうことつまりつまりカブラギやろか。でもヒロシじゃないの。ヒロシでしょ、だってこいつはヒロシってことなんじゃないの。そうなのかな。でもヒロシはカブラギを叫んでるわけだから、最終的にはカブラギヒロシってことでいいのかな。カブラギヒロシだね多分。いいね、うん、引き目カブラギ引き目がなんで叫んだんだろう。なんで叫んだんだろう。名字をカブラギカブラギに向けてるんだよな。じゃあまた次なる目的地を目指すんだが、うん、はいはい、何やってたっけ結局。繰り返しやってたのは、うん、まずボスを何回か倒して心臓をゲットするのか。一応ね3心臓はある。ゲートを作るのになんか必要なんじゃなかった。そうだね。今回の方にさ、なんか場所書いてなかったっけ。次は、うん、アパラチア。あ、アパラ、紫のところだな。今回はワイルドウッドのワイルドウッドブロックを使って先へ行くんだ。心臓を、心臓がクソいるぞ。あー、そうだ、心臓が数分いるのか。よし、すごいな、あれ。あ、ぶね、どうした。なんか、あ、下からなんかちょっと危ね。下からやられる。届いてる、気をつけろ。ちょっと怖えわ、ここ怖っ。ちょっと、あ、危ね、危ない怖い怖い。ここなんでこんなことしたの。怖すぎる、そばに怖すぎる。やだ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 やばい、ここやだやだやだ。楽しませてくれるぜ、スリル満点よ。 OK、 よし、 OK、 やったりましょう。したら下で呼ぶと、この上に出てくるのかな多分。なるほど、いくよ。 OK、 ペロ、出た出た、行った、出て行った、で、どうすん。あ、死んだ。なんだなんかやられた、なんかやられた。はい、おしまい。オッケーよーし、ダーン、倒しました。ナイス。ワイルドウッドハート6、これで鉄塔さんが5持ってる。5ある、オッケーじゃないでしょうか。来ました、お、ワイルドウッドブロック10個できました。じゃあそれを設置することにより、よし、新たな、あ、もうちょっとあれだな、あれだね場所が、ちょっと場所が、これ20個出来上がるってことでしょ。この家、とりあえずここにやる。この家の半分このドアになるけど、やべえな。とりあえずここここかな。マジか、なんかあれだな、ここしかないな、まあ、ここしかないか。で、トントントン、うん、トン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 、うん、で、チャン、トワイライトクロックだっけ。ああ掲げます。はい、ピュッ、おー、おー、そうか、紫だったな。紫だね、な、雪みたいなのが舞ってるけど、行ってみますか。行ってみましょう、レッツゴー。あれ、あ、俺行けなかった。あれ、行けないぞ。あれ、あれ、あれ、あ、ずいぶん暗いね。とりあえずいつものように囲っとこう。あ、なんか鉄塔さんもうあるよ。え、運がいいことに。うわ、ほんとだ。うわ、ちょっと待って、もうあるじゃん。え、なんかめっちゃ強そうなやついる。うわー、なんだなんだなんだこいつら、やばそうなの来た。ちょ、あ、強、やばそうだね。強い、強い、こいつら強い、なんだこいつら、ギャー、洗礼を受けた。結構与えたけど、よいしょ、バカめ、俺はすぐ戻ってこれるんじゃ。今ね、向こう側にいるね。いる。とりあえずこう上がれるようにしとくか、恥を。俺はいつでも、あ、あ、あれ、俺今どこで死んだ。殺害された。あ、反対側になんかね、あ、やばい、うちに来た、狼が行ったぞ、うちに来てます。俺今盾でぶん殴ってる。縦でぶん殴ってるけど効いてない絶対。でも入ってる。
入ってる？あつれよしよしバカめ、なんか、うん、挟まってるかも。挟まってる、こいつ。あれなんかわー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 言っとる。わーわー言っとりますが、わーわー言っとりますが、ああ、やった、よし戻ってこれた。あ、いやいや、拾って拾って、よし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 、あぶねー、とりあえずな、あぶねー、天然の要塞を作り上げとくから。なんかヤバそうだな。いや、強いな。なんなのこいつ、強いぞ。エンチャーテッドウォーリアーだってよし、またでもこいつらを倒さないといけないんだ、いっぱい多分集めるのあるだろうね。うん、硬え、めちゃめちゃ硬え。とりあえずあれかも、ここの剣を作らないと話にならないかも、ね、また新たな装備が必要なのかな。え、ここの防具はちなみに何なんだろうね、ちょっと気になるな。アパラシアシールド、アパラシアブレイドがいるな。早急に。そうだね、29ダメージでしょ。あ、3ダメージも上がるな。防具も俺あれか、ブロックダメージプロテクションっていうのは何なん？ブロックダメージプロテクション、防具フルセットでブロックダメージプロテクション。そうだね、なんか単純にダメージカット守ってくれそうだけど、ダメージカットしてくれそう。防御力はかなり上がりそうだね。これはじゃあちょっとこれね、ジェム集めでチャンク作って。本当ですか、テッドさん？それはね、本当です本当に言ってますか？お父さん、その後ろのは平気なの？え、おお、なんだお前友達みたいに。え、なんかでけえのいるな。でけえのいる？なんだ骨っぽい。あそこにあれがあるなら、まあ道のり作るのは簡単そうだな。うん、ちょっと道作っとくか。もうもはや効率中になるか。いてててて、ここは水がある。いてて、ということは、あ、ちょっとちょっとちょっと待って、待って、強っ、強い、ちょ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 、あ、ちょ、上がれなくなった、ちょ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 、あ、遠い。え、ちょっと待って、あそこ罠だったな。ちょっと待って、俺のあのやばこいつ、あれを回収して、うわぁ、え、ワンパン、ほぼワンパン、ささささささ、よし、なんか回収できた。ささ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 、いいよ、よし、アンチョウ出てきたわ。アンチョウを手に入れたらでかいね。アンチョウ手に入れた。おう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 、なんか知らん、なくなってそうだな。危ない、おっ、おお、中に入られた。終わった、入られた普通に入ってきた。あー、これは終わった、これ終わったかも。あー、もうこっちに来た。だー、燃えてる燃えてる燃えてるけど、バカめお前、あ、そこの世界に行け。あ、こいつ燃えるんだ。あ、そう、よしよしよし、どっか行っちゃったよ。どっか行った、エデンに旅立った。あいつエデンに旅立ったぞ。エデンに行かせてやった。よし、エデンが今終わったな。エデンが終わったぞ。エデンの終わりが終わりました。エデンの終わり。お父さんのなんか体発見しました。体があった、体がありました。置いてきます。失われた体が、ありがとう。俺は今から、うん、穴掘って向こうに行けるようにしよう。あー、いいね。ついに地下、これが一番効率がいいということに俺は気づいてしまった。地下だな。うん、穴を掘るんだよ。上にもうドンさんがいるのか、ひょっとして。お、上いるぜ、上いるけど、上にいる音がする。上にはいるが、すぐ帰る。こうすれば、ああ、あ、なんか当たった。すごいすごい、あ、すごい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 、どうした、破られた、破られた、破られそう。え、安全、あれ安全だったのでは。あれ、光を求めると破られる。あれ、どうした、こいつやってくれ。ちょっと待って、破られる。
今こちらも破られそう。なんで何が起こってるの。ちょっとっちこ食い止めないと。だって今そっちも見に行こう。え、なんかさ、ドラゴンみたいなのいない。やっぱいるよね。ドラゴンみたいなのいるよ。やっぱなんか骨っぽいやつ。あ、確かに骨っぽいと言われたら骨っぽいのかな。あ、そいつ、そいつだ。骨のドラゴン。なんかいるなって言ってたやつ。うわでかっ。でもなんか可愛い声、うんうんって言ってる。そう、俺の攻撃、うんうんって言ってる。うんうん。あ、いや、撃ってきてるわ。うんうんうん。お、やったね。やった撃ったんじゃないかな、消えたぞ。よっしゃ。バカめ。いいね、順調じゃない。よし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 。あ、どうした。来たな、アパラチアブレード来ました。あ、ようやくアパラチアブレードが。これで俺もアパラチア、アパラチアの戦士。いいね。おら、どうだ、痛えだろ。さすがに強い。これはさすがに強いんじゃないかな。ダンチやっぱ仕留められる速度が尋常じゃない。これがアパラチアの世界。アパラチアようこそって感じです。ありがとう、ありがとう。アパラチア、アパラチアの民。ちなみにこちらもお一応多分繋がりましたけど、うん、その目的のものがどうなんのかはちょっとよくわかんないな。なるほど。じゃあこれでスポーンブロックかな。スポーンブロックみたいなのがあればもうあとは。あ、これこれではない。牢屋みたいだけど。これじゃないですか。これは正解。下水道か何かにいるのかな。下水なのよね、ここ。これ上に向けてチャンクポンってやったら、もしかして、もしかして正解。あ、いや、そうだ、これだよ。これはいいルートかもしれません。なんだったら、だってこれ下からやって出して、上に出して、ただどういう敵か分かんない。そうだね。でここ囲んじゃえばいいんでしょ、後々。そうだね、後々囲んじゃえばもう勝ちよ。攻略したようなもん、ここのマップは。やっぱ流れがもう分かっちゃってるから。そうだね、あとはもうほんと流れ作業。うん、ちょっとそのブレードはできました。ナイス、早っ。そしたらあとチャンクを1個作ればいいってことでしょ。これで、はいはいはい、はい、チャンク1個できました。早っ。ボスもう呼べます。早っ。今回すごい早いです。ちょっとあっという間やっちゃうかい。あっという間しちゃいますか、これ。なんだこれ、水が。あっという間。あれ。なんかアイテム流れてきた。何でした、アイテム。デッドさんのアイテム流れてきた。川が感じてるもの。死んだであろう場所から流れてきたぞ今。流れてきたか。うん。高さある程度あった方がいいのか。もうその一列ぐらいでいいんじゃないの。オッケー。これ上埋める。あー、どうする。飛び出てくる可能性はまあ一応あるよね。まあ確かに。いいでしょう。よし、じゃあちょっと下から出してみるか。出してみましょう、どんなもんなのか。いきますよ。はい、3、2、1、パーン。エターナルアーチャー。あ、飛び出た。あ、上飛び出たな、これ。あいつだ。あいつか。なんかでかい。ちょっと全容がわからんがね、見えてはいる。これでいけるんじゃない。あ、でも当たってる。いや、これじゃあ穴作って。そうだな、ここじゃない。いや、いる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 。あ、いるいる。変な形。なんだあいつ。いやいや、怖い。いった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 。怖い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 。爆発やみたいなの撃ってきたな。これ崖から落ちちゃうか、やりすぎると。なんか結構崖っぷちじゃなかったこの場所。本当変な格好だな。ね、ちょっとだけ減ってるけど。ちょっとだけ当たってる。どうしようかな、攻撃しづらいな。なんか撃ってきてんのか。撃ってきてんだよね。あっ、燃えてるぞ。熱っ、土井さん燃えてる。熱っ、燃えてる。熱い、熱い。熱いタイプか。熱いタイプだ。なるほど、じゃあちょっとやっててくれ、俺水持ってくるわ。熱っ。あいつも離れるタイプだな。離れるタイプか。いて、あ、いて。結構むずいぞ。呼び出した時に一定の距離を広さで囲んどかないと。そうだね、上ももうちょっとないとダメってことか。はい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 、そうだね。うん、
お、すごい音。とりあえずなんか周りの雑魚はやっとくわ。あ、あ、家家からだとよく見えるよ。うそ、なんかボコボコにやられてる気がする。あいつなんか、え、めっちゃ減ってるぞ。ボコボコにやられてる、あいつやられてる。うん、え、死ぬぞあいつ。ボコボコにされてる、他の奴らに。嫌われ者なのかな。なんか攻撃嫌でしちゃって。ああ、そうなのかな。返り討ちになってるのでは。頑張ってこっちに攻撃しようとしてるけど。ラプテッドキャノン。ああ、いるいるいる。あれもう死にそうじゃん。なんかもう死にそうだぞあいつ。死ぬぞあいつ。何やられてるんだ。死んじまうぞ。え、俺がそんな。ああ、だから俺見てるけど。あ、いて、なんか食らった。あ、いたいたいた。装備を取りに行く間に死ぬ。あ、あ、果てた。死んだ。そんなことあるの。なんかね、多分角に刺されてたんじゃないかな。ええー、一生角に刺されてたと思う。かわいそう。なんかハートは出てた。お、ね、アッパラシアハートかな。アッパラシアハート。トロフィーはないぞ。え、あったのかな。トロフィーなし。あ、もしかしてうちらが倒してないからあれかな。え、そういうことなのかな。出ない、出てない。あ、いや出てないな。あー、なるほど。やっぱ自分たちで倒さないとかな。いったなのかな。かもしれないな。そしたらもうちょっと広く作って、うん、逃がさないようにして戦うのがまあそうだね、基地かな。よし、出せるぞ。あ、じゃあちょっとやってみて。ポン。あ、出た。あ、出たな。あ、でもちょっと上乗ってる。でもいける。いける、多分いける。あ、終わり。これ、これ終わりかも。あ、痛そうだね。とてつもない、とてつもない反…あ、何。え、何されたの。なんかズゴ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 って音してたよ。喋れなくなった。喋れなくなった。強すぎて。どういうこと。どういうこと、強すぎて喋れなくなるって。こいつなんか視界を奪ってきたりするっぽいんだよね。あ、確かに。なんかでもうまいこといけそうじゃない。あ、ちょうど当たんねえのか。あ、よし。よし。よし。完全なるヘッドショットだ。食らってる気がする。よし、入った。うん、あ、入ってる。いいぞ。まだ、イエス。はい、入ってそうで入ってないけど。あー、真っ暗。ちょっと待って、一旦落ち着いて。こういう時はね、任しとけ。その間さっ、いいよ。あ、しゃっ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。いいぞ、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 いいぞ。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、これいける、いける。あー、あー、楽勝。どうじゃい。どうやって上がんだこれ。よし、あれなんだこれ、どうやって上がんだ。なんか出たのかな。どうでしょうか。すごい火や。あー、出た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 。トロフィー出た。よっしゃ、来たか。来たな。ハートはでも俺持ってない。すごい嫌だな。俺も持ってない。あ、あ、下にで落ちてた。お、楽勝だったね今回は。うん、ただこれでハートがでも4つ。あ、結局4つだぞ。ああ、でまた多分次の4つしか持ってないから全部で4つか。これだから重ねていくしかないのか。そうだね。でも楽そうだぞこいつ。なんか分かっちゃえば。よう言うわ。こいつは多分楽だな。こいつは楽な方。ああ、こいつはいけるな。ぴょっ、引いた。ちっちゃっ、ちっちゃスリッポン。え、お、神が、神が怒った。神が怒っている。次の目標はスカイザーンに行き、エクスペリエンスとコリです。コリという響き、聞こえはありませんか。あるー。心折れないように頑張ってください。難しいの。取り込め。うん、え、ちょっと待って、ちょっとアップにして見てみて、あの大陸。はぁ。いや、でも俺は答えを見つけている。はぁ、嘘だろ。あれ、あばよ。なんでだよ。なんで俺は当たるのよ。